今回は食わざるで描いた絵をレーザーで照射した時に綺麗に出せるように設定したいと思います。まずツールの中のこの4つのところをチェックすべて入れてください。そうすると絵を見ていただくと、矢印とか番号とかいろいろと書かれていますが、これは書く順番を示しています。まずはデバイスを選択します。セレクトデバイスで現在つながれているデバイスを設定します。今回の場合はmoncha.netのデバイスがつながっていますので選んでセレクトします。アウトプットドローをクリックすると、少し経つとレーザーが出てきます。現在は、このように、順番がバラバラで書いてあってエッジも綺麗に出ていません。ご覧のようにこの角の部分はレーザーの部分は、カーブになっていて綺麗なエッジは出ていません。このドットのところもちょっと丸くなっていますね。まずははじめに、矢印を押してここの部分をクリックしてチェックボックスを入れていただくと線の上に赤い点が見えます。この赤い点がスキャナーが動いていくところになります。ここでオプティマイゼーションをクリックして、OK を押すと変わります。これで順番も変わりレーザーの、ブランキングも変わったことがわかります。これでオプティマイズ、自動化ができたということになります。しかしご覧のようにレーザーので見ていただくと角は綺麗に出ていますが、実際に角を出したいところが綺麗に出ていません。今のここの指しているところは9ポイントでレーザーを止めているっていうことですね。ここも、この角を見ていただくと9ポイントで、そこでレーザーが停止しているということです。それによって角がきれいに出せるようになっています。しかし、ここの部分は、どうでしょう。まずここの部分をチェックするためにちょっとズームして大きくして見てみます。矢印キーでクリック、そうするとここのところは、9ポイントで書いているはずなのに R になっています。これはなぜこういうことが起こるのかわからない場合にちょっと、ポイント数を増やしてみましょう。右上の方にポイントナンバーっていうところを見てもらうと今20ポイントにしたのに変わりません。もう一度レーザーを消して、もう一度レーザーを照射してみます。それでも変わりませんね。これは他の原因があります。実際にこれは、元の9に戻しておきましょう。よく見るとレーザーはこの順番に書いています。ここのところをクリックしてみると線の上には1ポイントしかありません。ところがここで線をところでポイントを2にしていくと角がしっかり出てきます。これはコーナーではなくてそのラインの上のポイント数が少なかったから。ここもチェックしてみましょう。ここも5ポイントで書かれているはずなのに角が R になってしまってます。ここをよく見てみるとラインの上には、ポイントは一つもないのでここで、1ポイント追加して2ポイントにしてみましょう。2
2ポイントにしてみました。するとレーザーの方はきれいに角が出ています。ここも R がデコボコしています。ここのところをもう少しきれいにするためにポイント数を増やしていきます。そうするとご覧のようにきれいな R になります。この次はこのドットの部分ですね。ドットの部分はかなりのポイント数を角に配置しているにもかかわらず、角が R になっています。これの原因は何でしょう。まず R に R になっているところをクリックすると、ポイント数が一つも置かれていないので、ここで一つポイントを足して2にします。そうするとご覧のように角がはっきりと出てきました。同じようにこの文字もチェックしていきます。ここのところも少し R になっていますので、ここのところの線の上を見てみましょう。線をクリックすると1ポイントになっていますので、ここで2ポイントにします。すると角がはっきり出ています。あとまたここの部分が丸く角がはっきり出ていません。そこはなぜでしょう。この間は一つもポイントがないので、ここでポイントを一つ増やします。2にします。どうでしょう。レーザーの方ははっきりと角が出てきました。同じように、T もやってみましょう。 T も角がはっきりと出ていません。これは書く順番からしてここの部分です。ここの部分もポイントがないので、もう1ポイント足して2にします。するとどうでしょう。きれいに角が出ました。あと、レーザーのブランキングがあり、線がところどころ切れているところがあります。これはレーザー固有の問題になってきます。それを解消するためにはフィエスタでもモンチャでも同じことはできますが、クワザルでもできます。ブランキングの設定です。このブランキングの設定で、ライトビフォーブランキング、ここを少し上げていきましょう。そうすることによって線がレーザーの消える時間を少し遅らすことによって線と線がきれいに出ます。ドローをもう一度書き直します。すると先ほどの線が切れていたところがきれいに出るようになります。このようにクワザルは細かい修正をいろいろとすることができます。実際に使って試してみてください。